ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、アイス食べたい。そうだな、たまにはアイスでも食べたいんだぜ。アイスの他に、かき氷、冷たいジュース。もぐもぐ、ごくごく。お腹が。まったく冷たいものばかり食べるから。魔理沙、どうすればいいのよー。じゃあ今回は冷たいものを食べたり飲んだりするときに、お腹を冷やさない食べ方、飲み方を解説するぜ。まずはトイレよトイレ。もしこの動画が面白かったら高評価チャンネル。ゆっくり健康食品解説。というわけで今回は、お腹を冷やさない食べ方、飲み方についてゆっくり解説するぜ。ふぅ、すっきりしたわ。まず霊夢が冷たいものを食べたり飲んだりして、お腹の調子が悪くなったのはなんでかわかるか？傷んでなかったし、美味しかったわよ。まあ冷たいから、痛みにくいな。霊夢が下痢になった理由は内臓が冷えたからなんだ。冷たいものを食べたり飲んだりすると腸の粘膜が刺激され、腸がうまく水分を吸収できなくなり、水分の多い便が出てしまうんだ。そうだったのね、内臓が冷えちゃうの。内臓が冷えると下痢以外にも体に悪い影響が出るんだ。内臓が冷えると内臓の血流が悪くなり栄養が十分に流れなくなった結果、胃の消化機能が低下し食欲が湧かなくなるんだ。また疲れが溜まるようになってしまい夏バテになってしまうんだ。そして食欲がなくなると栄養不足による夏バテになり、さらに夏バテが悪化してしまうことになるんだ。暑い夏に冷たいものは美味しいのに、夏バテになりやすくなっちゃうのね。でも冷たいもの食べたり飲んだりしたいわマリサー。まったく霊夢はわがままなんだから。それじゃあ次は冷たいものを食べたり飲んだりしても、内臓を冷やさない食べ方、飲み方を解説するぜ。まずはよく味わって食べたり飲んだりすることだぜ。そんなことで内臓を冷やさないようにできるの？よく考えるんだぜ霊夢。口の体温で冷たいものを常温に近づければ、内臓を冷やしにくくなるんだ。確かにそうね、口の中で温めたら冷たくならないわ。それによく味わえて一石二鳥よ。そうだな、逆に一気飲みしてしまうと冷たいものが、胃や腸を冷やして下痢や疲れの原因になるんだ。でもキンキンに冷えたアイスを平らげたいのよマリサー。まったく霊夢は仕方ないやつなんだぜ。次は温かいものを一緒に飲むことだぜ。温かいものと飲むとお腹が冷えにくくなるわね。そうだぜ、じゃあアイスなどの冷たいものとぴったりで、お腹を冷やさない飲み物をいくつか解説するぜ。まずはココアだぜ。ココア、アイスと相性が良さそうね。そうだな、ココアはお茶よりもドロッと粘度があり、長く熱を放出してくれるので、内臓をじっくり温めてくれるんだ。それなら冷たいアイスを食べるときに飲むといいかも。またココアにはテオブロミンやフラバノール、プロシアニジンが含まれており、これらの成分が手足の毛細血管を拡張してくれ、手足の先まで温めてくれるんだ。ココアで内臓を温めれば十分だから、手足の先まで温まる必要はないかも。ブルブルー、マリサー、クーラーの温度が低くて寒いわー。まあこんなこともあるかもしれないから、ココアはおすすめなんだぜ。またココアの原料であるカカオは紫外線から身を守るために、フラバノールという成分を体内で作っているんだ。このフラバノールは紫外線を受けた際に、肌を赤くすることを防いでくれるんだ。じゃあ日差しが強い夏に飲んで、お肌を守らなきゃね、ごくごく。でも注意してほしいことがあるんだ。ココアには利尿作用のあるカフェインが含まれているので、しばらく暑いところに出ない時に飲むのがいいんだ。じゃあ家に帰ってアイス食べるときにココアも一緒にごくごく。次は甘酒だぜ。あったかい甘酒にするとお腹を温めてくれそうね。そうだな、甘酒はドロッとしているので、ココア同様お腹をじっくり温めてくれるんだ。そして甘酒は消化吸収によく夏バテを防いでくれるんだ。消化吸収にいいと夏バテを防ぐの？夏バテの原因の一つに、胃が疲れてしまう食欲不振があるんだが、消化の良いものを食べて胃への負担を減らすと胃が疲れにくくなるんだ。それで甘酒はお米を麹菌によって発酵させた飲料であり、お米のでんぷんがブドウ糖まで分解されすぐ吸収されやすい形になっているんだ。そんなため江戸時代では甘酒は夏バテ予防の飲料として飲まれていたんだぜ。甘酒が夏バテ予防になるなんて意外だわ、冬だけじゃなくて夏も飲まないと。そして甘酒には紫外線を受けてシミやそばかすが発生してしまうのを減らしてくれる成分が含まれているんだ。それは麹酸、エルゴチネイン、フェルラ酸なんだぜ。
甘酒ってお肌にいいのね。紫外線が強くなる時期は飲まなくちゃ。次は麦茶だぜ。麦茶は夏の定番の飲み物よね。そうだな、麦茶は冷やして飲むことが多いんだが、温めて飲むと香ばしい香りが出て美味しくなるんだぜ。あったかい麦茶のいい香りにアイス、いいかもね。そんな麦茶には胃粘膜を守ってくれる働きがあり、夏バテによる食欲不振を防いでくれるんだ。じゃあ冷たいものを食べたり飲んだりするときは温かい麦茶で、胃を守って食欲不振を防ぐわよ。次は紅茶だぜ。紅茶、洋菓子と相性がいいからアイスクリームと相性が良さそうね。午後はあったかい紅茶でアフタヌーンよ。そうだな、紅茶はアイスと相性がいいと思うんだぜ。そんな紅茶にはテアフラビンという血流を良くし、手足の先まで温めてくれる成分が含まれているんだ。じゃあクーラーが効いた部屋であったかい紅茶をごくごく。さらに紅茶に含まれているポリフェノールが糖を分解する酵素の働きを阻害することで、糖の吸収をゆっくりにしてくれるんだ。じゃあ紅茶はアイスやお菓子と相性がいいのね。またテアフラビンが脂質の吸収を抑え、さらに脂質を分解する酵素であるリパーゼの働きを阻害するので、脂質が吸収される量が減るんだ。じゃあ脂質の多いアイス、お菓子にもいいなんて、紅茶でうふうふ優雅にアフタヌーン。でも紅茶にはカフェインが含まれていて、カフェインの利尿作用によって体内の水分量が減るので、飲むなら、しばらく暑いところに出ない時に飲むといいな。じゃあデスクワークの休憩にごくごく。でも冷たいジュースをごくごく飲みたいわ、ごくごく。冷たいものもいいが温めて飲むのも美味しいんだぜ霊夢。温めても美味しいのがあるの、気になるわ。じゃあ次は温めても美味しい飲み物を解説するぜ。まずはジュースだぜ。ジュースを温めると味が濃く感じるようになるんだ。さらに蜂蜜やシナモンを入れてコクのある大人の味にするといいぜ。温めるときはレンジでチンすれば簡単にできるんだ。ジュースを温めるのね。ジュースは冷やして飲むことが多いから温めて胃や腸を疲れさせないようにしたいわ。またトマトジュースを温めて、塩コショウなどを加えたら、あったかトマトスープになるんだ。あったかトマトスープ、仕事の休憩に飲んでホッとしたいわ、ホットだけに。寒くなってきたんだぜ。次は乳酸菌飲料だぜ。乳酸菌飲料をお湯で割るとこれまた味が濃く感じるようになり、じっくり味わえてリラックスしやすくなるぜ。カルピスをお湯で割ってごくごく。乳酸菌飲料はすっきりした酸味があって飲みやすいから、おすすめだぜ。そして最後はホットレモネードだぜ。レモネードはレモン果汁に蜂蜜などの甘味料を加え、冷水で割った飲み物なんだが、お湯で割って飲むのも美味しいんだ。レモネードいいわね、夜の寝る前に飲んでぐっすり眠れそう。レモネードに使われているレモンには、酸っぱい成分であるクエン酸が含まれているんだ。クエン酸には唾液や胃液の量を増やすことで、食欲を増進させることから、夏バテ予防になるんだぜ。いいわね、あと蜂蜜は腸内環境を良くするのよね。そうだな霊夢、蜂蜜には殺菌作用があり、腸内の菌を減らすと同時に、善玉菌を増やすオリゴ糖で腸内環境を良くしてくれるんだ。じゃあ内臓を冷やさないように、冷たいものを食べたり飲んだりするときは、よく味わって口の中で温める、温かいものを飲む、冷たいものを温めて飲むようにすればいいのね。そうなんだぜ、今回解説したものは夏に飲むと美味しいものを選んでみたぜ。もし冷たいものと飲むと美味しいものや、温めると美味しい飲み物があったらコメントしていってね、私が全部飲みに行くわよ。コメントしたらダメなんだぜ。じゃあ早速レモネードを飲むわよマリサ。それじゃあ作ろうかレイム。夏は温かいレモネードで美味しく乗り切るわよ。さあホットレモネードを飲むわよ。飲むんだぜ。さあアイスも食べるわよ。霊夢でかすぎるんだぜ。これはウルトラカップだから大きいのよ。もぐ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 美味しいわー。あ、温かいもの飲まないとお腹が冷えちゃう。もうお腹いっぱいで飲めないわー。まったく霊夢ってやつは。マリサーお腹がー。まったく霊夢ってやつは。まさか霊夢がトイレに行ったということは。今日レモネード飲むんさ。レモネードごくごく。ブリ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 ブ